まあ、今息子と、まあ、少年野球やって私もコーチやらせていただいてるんですけども、まあ、今目標は今5年生なんですけども、まあ、6年生と5年生のチームに今所属してるんですけど、まあ、ここに混じってなんとかレギュラーに食い込めるように、でそこから、まあ、あの試合でホームランが打てるようになれたらいいなと思って日々練習してるんですけども、なんかそういった夢を叶える企画であったり、まあ、プロ野球選手の OB の方が、まあ、まあご指導いただけるみたいなあの機会をいただけるということで今回応募させていただきました。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回応募させていただいたのは、はい、まあ、息子が今5年生で、まあ、6年生のチームに入ってるんですけども、まあ、なかなかあの試合機会にも恵まれてないものですので、はい、あのやっぱ試合でこうレギュラーとしてなれるようにバッティングをですね、はい、あのより遠くに飛ばせる技術を教えていただけたらと思いまして、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはあの今までやってた通りのティーバッティング。OK。 打つときにこっちが全部狙って打って、ライナーで、そう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 、いいよ。 OK。 じゃあ次こっち側引っ張って、いいよ、思いっきり振れ、思いっきり、思いっきり、 OK。 いいね。最後は真ん中、全部真ん中、全部センター返し、ライナーでね。 OK。 打つときにまず右の膝もグラグラしてるじゃん。足上げたときグラグラしてるし、打つときにこっから毎回同じような踏み込みができてないの。足上げたいんだったらそのままでいいんだけど、しっかり右足に体重乗せるっていうよりかはこっち側のここの股関節に体重を乗せる感じ。今こっち側の外側にかかってるんだけど、それをここの内側で体重乗せる、内側に。もう一回やってみ。そう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 、それ もっとこっち側意識して。そう、もう一回 OKOKOK。 それで振ってみ。はい、もう一回、そう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 、振って OK。 で、あとは振るときにバットってフォロースルーって聞いたことある？フォロースルー大事なよ。今エイト君は打ってから横にこうやって振っちゃってんのよ。そうすると後ろに体重が残っちゃうから、後ろからのこのバットの軌道見といて、これと、もう一回いくよ、これとこれ全然違うの分かる？何が違う？何か分かんないけど何か違いは分かるよね。今までがそのこうなってたのを、これを前を大きくしてあげるだけで全然変わってくる。振るときにバット投げる、センターに。そうそう、それが今やっぱ
ち側に行っちゃうってことはこういう振り方をしてるからこっち行っちゃう、ちゃんとセンターに行くように意識して振ってみて、投げてみて、惜しい、オッケー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 、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、もう一回同じじゃん、オッケー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 、でその感じでスイングしてみて、ここが素振りしてみて、お、いいじゃん、それでさ一回スイングしてみよっか、そう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 、前大きく、そう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 、オッケー、最初結構スタンス広めからこうやって足上げるじゃん、こっから足上げるのと狭いところから足上げるのどっちが楽かやってみて、次足広げて打ってみて、今まで通り今まで通り今まで通り、どっちがやりやすい、こっから広げてこっからこうやって足上げるのと狭くしてからこっから足上げるの、どっちが頭動いてる、広い方だよね、だから今最初にまずスタンス、最初の構えるスタンスも今までよりちょっと狭くしてみ、それだけでこのこっからこうやった時にここのグラグラっていうのはちょっとなくなると思う、あとは、今右足上げた時、左足上げた時にここで力入ってたのが今こっち側意識してるじゃん、たら最初に比べてここの右足があんまグラグラしないの分かる、はい、であとはここをスタンスを狭くして打つことによって頭がぶれなくなるから、遠くに飛びそうな打球を結構打ててる、オッケー、そしたらそれをやった状態で次のステップね、打つときに、あ、投げてもらっていいですか、こう後ろに体重が乗っかり、ずっとこうやって野球選手でも打ち終わりでこう帰ってくる人はいっぱいいるよ、大谷選手とかもそうだし柳田選手とかもこう打ってでからこうやって帰ってくる人はいるけど、打つときにもうすぐこうやって打つ人っていないじゃん、だから今度やってもらうのは足上げたらさ右足体重乗っかるじゃん、ここを練習ね、お願いします、ここを左足に乗せる、全部体重こうやって、最初難しいかもしれないけどこれでちょっとやってみて、それでしっかり強く振る、頑張れ頑張れ、お、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、もうちょっと強く振ってみ、そうそう、打てる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 、合わせない合わせない、ここでこうやって合わせない、溜まったものを左足にこう乗せるときにその乗せるのと一緒に強く、 OK、 今のいい今のいい今のいい、 OK、 それで一回普通に今まで通り振ってみて、まだ後ろ残るな、じゃあちょっと押すね、打つときに普通に打ってていいよ、ちょっと ここをグッて押すからいいよ、普通に打ってていいよ、そう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 、
オッケー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 。右に乗ったのを左に乗せる。そう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 、グッド。今の良かった。オッケーグッド。じゃあ今度さ、こっちからあっちに打ってみようか。あとは腰も回転する。今打った時にここで終わってるから、これを打ったらここまで。そうそうそう、回転しないと遠くに飛ばないよ。強く強く、全部ホームラン。 OK。 そっからあとボールは上から見る。今打つときにこうやって 見ちゃってるから、エイト君の場合はこういうふうに後ろに入りすぎるから、ボールを上からこうやって見る。ここ今こうやって横にから見ようとしてるじゃん。それを上からこうやって見る。それで振ってみて、上からボールを上から見る、ボールを上から見る。そう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 、いくよ。ボール上から見るんだよ。そう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 。オッケーオッケー。もっと上からもっと上から。オッケー。もで打ち終わりまだ こうなってるから、しっかりここで打ってから回転する。オッケー、いいじゃん。オッケー、強く振れてるじゃん、いいじゃん。オッケー、上からボールを上から見る。バット上から出さなくてもいいから、ボールだけ見て、それだけで軌道変わるから。バットのまだまだまだ、ちょっと投げてもらっていいですか。はい、エイト君の今最初ね、こっからこうやって打ってる。これをこう、顔がさ傾いたらさ、右肩どうなる。右肩下がるよね。右肩下がったら打てるボールもファールになりやすくなるんだよ。その見方を今もこれを上から見るっていうことに集中する。上から見ると今まではこうやってやって右肩が下がったのを上から見ようとしたら、ここでさ肩がさ平行にこうやって回るでしょ。そしたらこうなんなかったらずっとライナー行く。ライナー行くってことは強い打球、強くここで当たんないとライナー行かないじゃん。フライとかさ角度でさ弱くても上には上がるじゃん。ライナーって強く打たないとさライナーで行かないじゃん。そこをちょっと意識してスイングしてみて、こういうんじゃなくて上から見ることによって、でその強いライナーが勝手に上に上がっていって長打になったりするから。じゃあおさらいしよっか。一番最初何言ったっけ。スタンスを狭くする。あともう一つは、そう、右足の外側じゃなくて足上げた時には内側を意識する。あとはバットを上から出すんじゃなくてボールの見方を上からするだけ。あとは最後バット投げたやつ、バットの軌道がこっから当たってからこっちに来ちゃってるから、それを当たってから前に出す。一気に4つも難しいと思うけど、ちょっとそれやってみて。いくよ。上から上から上から。OK、いいじゃん。いいライナー。肩を平行にね。オッケー、ライナーライナー。オッケー、
強く。 OK ラスト。お、最後一番いい。どう、とりあえず最初のさ、ここでさ、よーいドーンでさ始めた時に T やった時はちょっと良くなってるんよ。だから今やったことを意識してちょっと継続的に練習してもらえればなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。分かりやすくポイントを教えていただきましたので、まあ、これから、まあ、自主練にそれを活かしてですね、はい、まあ、結果を出して良い結果を報告できるようにまた毎日頑張ります。ぜひぜひお待ちしております。ありがとうございました。短い時間だったけどやっぱこんだけギュッてやると全然変わるじゃん。この短時間でこんだけよく変わるってことは伸びしろしかない。だからやったらやった分だけ上手くなるから、レギュラー取りたいとかじゃなくて取れるから、レギュラーは掴み取りに行かなきゃ自分から。そのために頑張ってください。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。